バーベキューグリルグリルパングリルは調理用の金網、または鉄板のこと、またはそれらを使った料理。この項目では主にグリルのための装置について記述する。熱放射が網焼きの主要な加熱源で熱である赤外線が光線の性質を持つことから、網焼き調理器具の中には熱を反射する仕組みを持ち、無駄なく食材や手高温を実現しているものが見られる。 電熱器のジュール熱を熱源とするものでも、直火焼きと同じように調理できるが、風味に影響する燃焼に伴う煙やガスが発生しないことから、他の加熱調理器と同様の風味となる。網焼きにすると縞模様状や網目状の焼き目がつく。グリルパンと呼ばれる複数の溝のついたフライパンでも、焼き網のような焼き目をつけられる。バーベキュー調理器具も参照赤外線は、 発熱体から放射される。性質上、食材が受け取る熱は、距離の事情に、反比例する。熱量調節機能を持たないグリル調理器具では、代わりに発熱体からの距離を調節する機構を持つ。バーベキューグリルでは、食材は、畜肉が主体となり、またある程度の大きさに揃えられることから、設計の時点で適切な熱量を想定でき、概ね食材が程よく調理される距離に、 焼き網が張ってあり、この上に食材を置くことで適切な距離を取れ、美味しく調理されるよう工夫されている。七輪と三馬詳細は、七輪を山升木炭や豆炭を燃料に使用する日本の伝統的な調理用の炉である。軽量かつコンパクトで移動が容易。形状は円筒形、四角形、長方形。大きさも様々で用途に応じて多品種生産されている。 材質は主に軽装度で微細な中空構造を持ち断熱性が高いため保温効果が極めて高く本体は熱く焼けないため持ち運びに便利である赤外線の発生量が多く熱効率が極めて高いため燃料を節約できるという利点があるかつては火鉢や小つなどに使用する木炭や豆炭などに着火するための道具として 調理用の熱源であるヘッツイがある家であっても、七輪が利用された。近代におけるグリル装置。日本の家庭用では、ガスコンロに組み込まれていることが多い。魚焼きグリルは、他のグリルやオーブンに比べると、内部容積が小さいため、立ち上がりが、早く、例えばグラタン、ハッシュドポテトやピザのような洋食から、焼き魚などは食まで幅広く対応できる。 内部に付着した油を清掃せず、またグリル受け皿に水を入れずに、ありがとうございます。